ジャスパー国立公園、フライアットバレーからの眺めビッグホーム、メディスン湖にて、ジャスパー国立公園は、カナダのアルバータ州にあり、カナディアンロッキー内における最大の国立公園。総面積は1万878平方キロメートルに及ぶ。位置的には、バンフ国立公園の北、エドモントンの西にある。同公園は、コロンビア表現から流れ出す。氷河、温泉、湖、滝。 山から構成される。公園内に生息するものとして、アメリカアカシカ、トナカイ、ヘラジカ、ミュールジカ、オジロジカ、シロイワヤギ、ビッグホーン、ハイイログマ、アメリカグマ、ビーバー、ロッキーマウンテンナギウサギ、ホーリーマモット、オオカミ、ピューマ、クズリなどが挙げられる。この地域で、ノースウエスト会社のためにトレーディングポストを運営していたジャスパーホーズにちなんで、 ジャスパーと名付けられた。それ以前はフィッツフューと呼ばれていた。1907年9月14日にジャスパー森林公園となり、1930年には国立公園法が可決したことで国立公園に昇格される。2006年に訪れた観光客は198万8600人。同公園は山岳風景、氷河、湖、滝、峡谷、小乳道があり、 化石も発見されていることから、1984年にカナディアンロッキー山脈自然公園群の一部としてユネスコの世界遺産に登録されたノースサスカチュワン川やアサバスカ川、スモーキー川といった大きな川の源流がジャスパー国立公園内にあるイーディス・キャベル山公園内には写真撮影に適した風景にこと書か,かないイーディス・キャベル山、ピラミッドことピラミッド山、マリンコ、 メディスン湖、トンキンバレーなどがあり、夕方の撮影に適している。マリン湖以外は、日の出の撮影が最も適しているとされる。マーモットベースンのスキー場、バスのサイズのスノーモービルであるスノコーチで行く、アサバスカ氷河ツアー、コロンビア表現の支流、アサバスカの滝、マリン湖、ウィスラーまでロープウェイである。ジャスパートラムウェイがあるほか、ハイキング、釣り、野生動物観察、ラフティング、カヤック。 キャンプなど数えきれないアウトドアレクリエーションが楽しめる。公園の北東の入り口近くには見えって温泉がある。アイスフィールドパークウェイ最も素晴らしい観光としてはアイスフィールドパークウェイが挙げられる。これは同じくアルバータ州にあるバンフ国立公園のレイクルイーズとジャスパーをつなぐ230キロの高速道路である。この道路はロッキー山脈分水海と平行に走っており、 車やオートバイから素晴らしい山を眺めることができる。2014年5月、グレイシャースカイウォークというアトラクションがオープンした。ありがとうございます。